よし。今俺は吹き紙トンネルが合いそうなところに、もしもし、今から向かおうと思います。スピーカーフォンにするわ。ちょっと今スピーカーフォンにした。あ、スピーカーフォン、あのほら GoPro でも聞き取れるように。あ、なるほどね。星の通信を。あ、そういうことか。うん、そんな感じですか現在は。っていうかなんかさ、吹き紙トンネルありそうなさ、このさ道路の前に止まってる車がいるんだけど、もしかして遭遇者と会うんかな、もしかして。あー、ワンチャンありそう。うん、でも今ちょっと灰色のとこ抜けてるけど、すごいここは結構っぽそうだね。あー、でも結構綺麗だねこの灰色。あ、綺麗なの。うん、すげえ飛ばしてくる車いいけど大丈夫かな、あれ。避けてるかな今、あれ避けた今車。避けた避けた。あ、大丈夫だね。じゃあ、ちょっとギュンギュン飛ばしてから怖いなと思ってさ。大丈夫そうです。うん。大丈夫そうです。あ、でもこれヒーターっぽい、ちょっと、ここは。当たった？わかんない。トンネルはないけど、だってこれ怪しくないかにも廃道なのに使われてないって、結構最初綺麗だった。あ、舗装されなくなった。砂利になった。あるかも。マジかよ。実際星が来てるようなもんだもんね、これビデオ通話で言うから。星がこれ入るもんね。そうそうそう。一回ビデオダメ元でビデオ通話にしたい気するけどさ、でもさ、ああ、これ全然映んないよね多分。でもビデオ通話、一応今ビデオ通話必要だね。全然見えないでしょ。俺の顔の方なんだよね、実は今。ああ、いや、何も変わってねえ。でで一回さ、ビデオ通話につなぎ直す、それとも。いや、多分映んない、これ真っ暗で。今ちょっと映ってるよ、多分俺の顔。あのね、あ、あった。あのね、お前今ああ、ダメだね。じゃあ一回普通にビデオ通話じゃないようにしちゃうわ。やべ、普通に人来たわ。普通に人来た、一回戻るわ。これ一人がここに突っ込むの恥ずかしいな、ちょっと。うん、一回戻る。これ、でも俺全力今走って戻ってるけどさ、あっちからしたら恐怖でしかないだろうね。何あいつ。恐怖だよね。あ？うん。普通に人がいた、やっぱあの車の人がそうだろ。一回撤退する。ああ、なるほどね。うん、おい、おい、いった。まあとりあえずトンネル右側にさ、あの廃道があったじゃん。こっちか、そっちから見て、トンネルの右側に廃道があったじゃん。繋がってる電話大丈夫。 あのトンネルの右側にさ、廃道があったじゃん。トンネル右側に廃道。え、あ、じゃあダメか、一回切るわ。川か、これ。あ、でも人来ないな。戻ってこれえな、全然。
結構これ多分これ間違いなく心霊スポット巡りしてると思うんだけどな。そしたら来た方がいいか。所沢ナンバー。LINE 通話がまるで使えないから一回切った。うん、あ、なんかなんとなくトンネルっぽいの見つけたけど異常に綺麗だよ。マジか。行くだけ一回二人行ってみる。うん。